ザコパネのグラル人チェコの街カルビナーで行われた祭りのパレードで歌うヤブルンコフ村から来たゴロル人の男性合唱団ポーランドのシレジアベスキド地方に見られるグラル人伝統の木造家屋ドシェビュンカポーランドジビエツ地方文化祭の第43週での催しで伝統舞踊を披露するグラル人の若者たちポトハレ地方のグラル人でザコパネのフォークバンド トレブニ中トキーのメンバージビエツ地方のグラル人、ザコパネのグラル人、グラル人は、ポーランド南部、スロバキア北部、チェコ北東部といった地域に住んでいる、原住民。現在は、ウクライナ領となっている、ブコビナ地方と、ルーマニア北部にも見られる。海外では、アメリカのシカゴに多く住んでおり、北米ポーランドー知人同盟を形成している。ポーランドでは、 タトラ山脈のポトハレ地方とベスキディ山脈の一帯に広く住んでいる。現在のスロバキアでは、グラル人は北スピシュ地方、オラバ地方の一村、キスセ地方の一村、スロバキア北部一帯のそれぞれ孤立した七、村、と大きく四つの集団に分かれている。詳しくは、ポトハレ方言を参照グラル人は、フトスル人、レムコ人、 ボイコ人といった他のスラブ高チ人集団と類似性がある。グラル人の使う方言は、ポーランドの古い地方に住んでいたトーブレ夫人諸部族の使っていたスラブ祖語を元としてスロバキア語の要素が加わったものである。つまり彼らの言語は、古い時代のポーランド語を元としているが、過去の数世紀にスロバキア語の影響を受けた。グラル人の方言にはポーランド語に加えて、 スロバキア語、ブラフ語など、他の言語を起源とする語彙も見られ、中には遠く、カルパチア山脈の方の諸言語と同言と思われる、起源不明の単語もいくつかある。例えば、山や丘を意味する、マグラや暖炉を意味する、バトラといった、グラル方言の単語は、古代のイリュリア人やタキア人の言語を起源としている、可能性があるが、こういった古代民族の言葉については、 現代ではほとんどわからなくなっている。発音はマズーリア化する。これは摩擦音や破擦音が歯茎音へ変化する南部ポーランドのグラル人居住地域から地理的に離れている。ポーランド北東部のマズーリア地方の方言に特に頻繁に見られる現象。今日のグラル人にとって集団としての貴族意識は民族でなく住んでいる国の領土が 決め手となっている。例えば、長い間ポーランドという国家に帰属していた地域の住民は自分たちをポーランド人であると考え、スロバキアの住民は自分たちをスロバキア人だと考えている。また、両国の国境のすぐそばに住んでいるグラル人はポーランド人でありスロバキア人であるといった曖昧な帰属意識を持っている。ここの人々は、 宣言協定のおかげで自由気ままに両国を行き来している。グラル人の使う方言はポーランド語を基盤とするものではあるが、スロバキアやチェコのグラル人の方言はだんだんとスロバキア語やチェコ語のそれぞれの標準語に近づいてきている。ただし、チェコのグラル人は自分たちをポーランド民族でチェコにおけるポーランド系少数民族の一部だと考えている。 彼らの地域共同社会の活動がそれを示しており、モラビアスレスコ州の町アブルンコフでは、チェコ国内のポーランド系少数民族の親睦団体である、ポーランド人文化教育連合の主催で、毎年開催される、グラルジン祭りで、グラルジン文化が披露される。グラルジン祭りはこの一帯のザオルジェ地方における、ポーランド人の伝統を維持することに寄与する、 最も大きな民族文化祭で、期間中は、毎日数千人の人々がここを訪れる。とはいえ、このザオルジェ地方の人々は国籍においては自分たちを、チェコ人だとみなしている。この地域に属するフルチャバ村は、チェコの国土の最東部に位置する自治体であるが、ここの住民の圧倒的大多数は、チェコ国籍で2、2%だけが、ポーランド国籍である。 現地のグラル人たちは原住民として、以前はこの地方での多数派を占めていた。今でも彼らは日常生活ではこの地方の独自の方言を話している。歴史的に見ると、ポーランドとチェコスロバキアの両国で、グラル人の民族的貴族については論争があった。19世紀から20世紀にかけて、グラル人も中央ヨーロッパの他の農村の住民と同様、 国民国家の制度の枠内で自分たちの貴族意識を決めるようになった。この時代はポーランドとスロバキアの両方で民族主義的なプロパガンダが盛んに行われたが両国の国境が確定した1924年になってもグラル人の国籍については解決が見られなかった。オラバのヤブウンカ出身の僧侶フェルディナンド・マハイ、オラバのラプチャ出身のピオトル・ボロビ、 スピッシュの連絡出身のボイチェフ・ハルチンは1919 19年のパリ講和会議に出向き、アメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンに直接会って、ザオルジェ地方をポーランドに帰属させる文書に署名するよう働きかけた。第二次世界大戦が終わると、グラル人の一部は自分たちがそれぞれ帰属すべきだと思っている国家の方へ移住していったが、現在でもグラル人の中には、 隣国の民族意識を持っている人々が存在する。グラル人は、抗義には、カルパチアさんが脈北側一帯の高知の諸部族の、民族学的ないし民族的総称で、以下の部族が挙げられる。ありがとうございます。